歩いてて腰が痛いんだから地面に唯一くっついてる足首をちゃんと見てください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛を治していくための筋体ではお届けできればと思います。はい、今日の内容っていうのは歩いてる時の腰痛に必ず足首を見てくださいという内容です。で、これなぜね、歩いてる時の腰痛に足首を見ていく必要があるのかっていうと、まずシンプルに考えてください。歩いてる時って唯一地面に接してるのはどこですか？足首ですよね。はい、じゃあここがね、硬くなったりとか上手に働かないとどうなると思います？はい、その影響っていうのは必ず膝だったりとか股関節とか腰だったりとかに行くわけじゃないですか。だからといって、じゃあ腰が痛いからといってね、腰のマッサージとか、あるいはですね、股関節のストレッチすれば歩いてる時の腰痛改善するかっていうと、そもそもここが悪いのであればね、ここをねちゃんと整えてあげないと、股関節をねストレッチとかして一時的には楽になるかもしれないんですけど、この状態がまた悪かったらまた股関節に負担がかかってきて痛くなるっていうことが絶対起きてきます。はい、なので歩いてる時の腰痛に関して股関節のストレッチをするのは全然間違いじゃないんですが、ちゃんとここが働いてるかどうかっていうのを見た上でやってあげないといけません。で、大体の人がね、ここがね硬くなってしまってて、股関節とか腰の筋肉を固めてしまってるケースが多いですので、今からお伝えするストレッチっていうのを一緒にやっていただければと思います。じゃあ足首のねストレッチといってもどこをやっていくのかっていうと、今回は胸骨っていうのをやっていきます。はい、ここですね。で、この胸骨っていうのはですね、筋肉っていうのは一切付着しておりません。はい、なので、筋肉が硬くなってこの胸骨の動きが悪くなるってことはないんですよね。で、よく、ふくらはぎのねストレッチだったりとかで腰痛を治しましょうっていうお話あると思うんですけど、そもそもこれっていうのは筋肉くっついてないわけなので、ふくらはぎの筋肉が柔らかくなったところでこれ自体の動きが良くなることっていうのは基本的にないわけなんですよね。まあ詳しく話すと間接的には良くなるんですが、直接的には関係しません。で、ほとんどの人がですね、足首がこう下ですね、下低屈っていう動きで固まってしまってます。ただ歩く時っていうのはこのすねがね、すねがしっかりこう前に行かないと歩けないわけじゃないですか。はい、この動きが出ない代わりに腰が頑張ってしまって、腰痛が出てる方がいらっしゃいますので、ぜひねこれがしっかりグッと歩けるようにですね、今からお伝えするストレッチを一緒にやっていきましょう。はい、それでは胸骨を自分で入れ込んでいこうと思うんですけど、まずですね、右腰が痛い方は右側、左腰が痛い方は左側、真ん中とか両方痛い方は、まあ、好きな方からやっていただければと思うんですけども、まず足をこういう風に台に乗せてあげてください。で、台はですね、こう全部乗せるっていうよりかは、まあ、半分ぐらいですね。はい、こういう風に乗せてもらった方が、いいかなと思います。もしこれでバランスに不安がある方はもう全部乗せてもらってもいいんですけど、まあ、半分ぐらいの方が効果は高まりやすいかなという風に思います。で、この状態ができたらですね、両親指ありますね、両親指で、この足首のシワグーって曲げた時にできる足首のシワを親指で後ろ方向ですね、後ろ方向にぐーっと押し込んであげてください。はい、親指で押し込んであげます。で、この状態で膝をですね、つま先と同じ方向に倒していきます。ここで注意点は、膝がね外にこう行ったりとか逆に内に行ったりとかしてしまうとダメですので、まっすぐつま先の方向と同じ方向にぐーっと倒していきます。この状態で10秒間深呼吸をしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。次はですね、まあ、さっきも言いましたけど、虚骨っていうのがこういう飛び出し方をしている人もいれば、逆にこういう風になっている人もいますので、まあ、足首の向きを変えてまたやっていきますね。はい、まず内側にこのように向けましょうか。で、この状態でさっきのシワの部分ですねをグッと押さえてもらって、この状態でつま先と同じ方向にぐーっと入れていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30。すいません、10秒って言ったのに30秒してしまいました。はい、次10秒でいきますね。次は反対、ちょっと外側ですね。外側に向けた状態でさっきと一緒ですね。グッと押さえてもらってつま先と同じ方向に曲げていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。はい、それではですね、実際に歩いてみてください。もうね、さっきと比べてやった方がなんて言うんだろう、ちゃんと足がこう蹴れるというか、歩いてる感じがしっかり知っていませんか、やってない方と比べた時。はい、っていう感じでちゃんと足首のですね、状態っていうのが上がれば、上にかかってくる負担っていうのは減ってきますので、これによって腰痛が改善することっていうのはたくさんあります。はい、まあ、膝の痛みもそうです、あるいはですね、足股関節が痛いとかも一緒で、足首のせいで上の方に負担がかかってきてしまって、それらの症状が出るケースっていうのはめちゃくちゃ多いですので、ぜひですね、足首が硬い人っていうのは今のストレッチっていうのをやってみてください。今日はですね、午前中頼んでた炊飯器がやっと届いたんで、まあ、ちゃんと料理しようかなと思います。僕バカなので友達に炊飯器あげちゃったからですね、はい、2年ぶりぐらいに炊飯器が家に来ました。はい、まあ、美味しいご飯作れればと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。